というわけで、みっちゃん質問コーナー、早速いきます。秋冬で女の子に着てほしい服装ありますか？オーバーサイズのレザージャケット、実際天下って気持ちいい。もちろんみっちゃんの下の名前なんですか？言えません。鳥取に一言、島根に負けるな。今欲しいものありますか？愛かな。どうして新幹線の金玉はあんなにも丸くて美しい形をしているのですか？みんなの夢と希望が詰まってるからちゃうか。話の聞き方教えてください。僕は知りたいです。スキンケア何使ってるの？今はイプサ使ってます。二十歳になるまでにやるべきこと、全力の恋、一緒に飲みに行きたいです。じゃあ誘ってください。ここだけは譲れない。好きな人の条件、元気にさせてくれる人。みつことみつこ裏はどういう点を気にかけて炎上を上げていますか？どれだけ人じゃなくなれるかかな。初体験は高一です。好きなパチンコの台なんですか？今はないけどダンバイン。押し売りよーん。ホラーナイト行く？行くっしょ。ぶっちゃけファンの可愛い子からアプローチされたら付き合う？みつこ好きです。唐辛子はもっと好きです。どうしよう。男女の友情は成立すると思いますか？思います。本日のジャグラーにて7000円突っ込んで5500円回収、これは勝ちでしょうか？1500円でジャグラー遊べたら大勝利でしょう。昨日のうんこは何型でしたか？身長何センチですか？183。第一志望の大学に落ちた時のリアクション再現してください。おかんごめん。服買うならここってブランド、サタデーズ NYC か大陸。彼女にこんくらいさしてって言われたけど分かんない時どうすればいいですか？ごめん、分からん。大学生に彼女って必要ですか？別に必要じゃないけど恋はしよう。演じてて楽しいレジキャラは新幹線です。バンバンヘアって女子受けいいですか？分からんな、俺は好きやけど。2回目のデートで男から手をつなぐ場合どんな感じでつなげばいいですか？でもだからこう歩いてて、こう手がこうなってる時にふわっとこう、ふわっとこうね。高一の時一番恥ずかしかったことは、腰パンしすぎてそのままずり落ちて中の体操服が出てきたことです。サイズ何センチですか？28か 27.5 か、時たま 28.5 です。今まで一番恥ずかしかったプレーは、社内セカドーになる前の経験人数は5か6ぐらい。みっちゃんの鼻の高さは生まれつきですか？僕の鼻低すぎて泣きたい。保育所の時には鼻筋えぐいぐらい通ってましたね。27歳の抱負は SNS 頑張ります。大好き、俺も大好き。好きなムチムチ具合はどのくらい？芸能人で例えると土屋太鳳。彼氏できません。僕も彼女できません。ムチムチ好きのみっちゃんですが、尻ムチムチとお胸ムチムチどちらがタイプですか？これは断然尻ムチムチです。ラーメンは何味が一番好きですか？みっちゃん大好きです。俺も大好き。塩ラーメンかな。今度福岡来ませんか？美味しいものいっぱいありますよ。いや行きたいっすよ。みっちゃんみたいにかっこよくなるにはどうしたらいい？スキンケアいっぱいしよう。なんでそんなにみつこの髪の毛はふさふさなの？カツラです。最近年話してますか？2年間してません。今一番お気に入りの服は何ですか？大陸のスカジャンかな。ケツ毛生えてますか？まあそれは人ですからね。お酒飲みますか？ハイボールめっちゃ飲みます。好きな女優、黒木ひとみさんです。お久しぶりです。久しぶり。みっちゃん、すべてのレジンさんを愛していることを誓いますか？誓います。これされたら別れる。あんま思いつかんな。セカンド童貞だっけ？セカンド童貞です。最近よく使ってる香水は、イソップのローズかセリーヌのブラックタイ。ディズニーとユニバどっちの方が好き？ギリユニバ。大学受験生です。エールお願いします。ファイト。おすすめのバイト、今までやってて一番面白かったのはアパレル。今までバイトしてたところはアパレル、喫茶店、ホテル、塾の警備、イベントスタッフ。小さい頃と今で性癖が変わりましたか？小さい頃は結構やっぱ SM が好きやったんですけど、大人になってみるとやっぱちょっとそういうのは良くないなと思って。初めて彼女ができたのはいつですか？高1か、中3ですね。彼女にできる年の差は何歳ですか？上は45ぐらいまでいけるかも。好きな女性のファッションはどんな感じですか？これ自分の好きな服を着てる人が好きかな。大学2年生で公務員志望ですが、将来ほんまに公務員でやらせられないのに。にかー。僕の両親も公務員ですけど、めっちゃ幸せそうにしてるんで大丈夫だと思います。センター英語何点でしたか？満点です。自宅待機の過ごし方、自家発電じゃないですか。翻訳の仕事したいのに留学したいけど資格も取った方がいい気がして、教職課程続けようか迷い中です。2つやろうとした。秋すごい忙しいけど、みっちゃんならどうしますか？ちょっとすいません。どっちもできるならどっちもやりたいけど、自分が2つ両立できへんのやったらもう片方諦めて1つに全力になるかもしれないですね。みつここれから出るんですか？出るんですか？卒業する予定はありません。最近おかずにしている女優は誰ですか？最近いつやったっけ。みっちゃん誕生日配信を見返した感想教えてほしいです。恥ずかしすぎて死にたいです。皆さん来てくれてありがとうございます。誕生日は9月4日です。ギャンブル好き？好きかな。友達とやるんが好きかもしれん。ムチムチの魅力について語ってください。やっぱこの肉感とこの曲線美がやっぱ芸術なんですよね。馬、鹿、留年しない方法、
親の顔をずっとここに思い浮かべ続けること。セカドー卒業式はどのようにあげたいですか？いや、もうやっぱ友達みんな呼んで、もう盛大な式場であげたいですね。なんかスポーツやってましたか？スケボーとサーフィンめっちゃやってました。健康維持の方法は、いっぱい寝ることです。水分補給には何がおすすめですか？ブラックコーヒーです！好きな人へのアプローチの仕方、セカドーこじらせんようにね。バイ中3男子。アプローチの仕方は、好きっていう思い入れがあるレジキャラシーラさんかな。好きなアニメなんですか？最近ハマってるやつで言ったら青足かな。可愛い女の子と綺麗な女の子どっちが好きですか？綺麗な女の子。いい人止まりから脱却する方法、女の子の話を聞ける方法を教えてください。僕が知りたいです。好きなタイは騎乗位で、ちゃんのセンターパートってセットしてる？それともパーマセットしてるな？やり方を教えて。もう髪の毛ビチャーって濡らして、ドライヤーでオールバックにブワーってして、でこうファサーってやってます。聞きにくいんですが、おすすめの美容室美容師教えて。大阪の心斎橋にあるアンキシムってとこの龍馬さんって人がすげえカットもうまくて、カラーとかパーマも超うまいんで、よかったら行ってみてください。オフ会最高でした。意外と女性ファン多くてびっくりしました。オフをジャッジはしましたか？ノーオフをジャッジです。ギター上手くなるコツ、好きなギタリストを見つけてその人の真似ひたすらする。音楽の理論ってどうやってやった？ノリと勢いです。どっかの動画で出た金玉テリーヌってゲームめっちゃ好きです。金玉テリーヌ第3です。全く就活のモチベーションないのですが、3回生の時就活関連何かしましたか？12月に説明会行ったぐらいですかね。みっちゃん大好き。質問じゃなくてごめん。俺も大好き。カレー味のうんこがうんこ味のカレー、どっちがいい？これはうんこ味のカレーですかね。いつから身長高かったん？物心ついた時から高かったな。ムチムチ好きになった理由、これはもう歴代の彼女のおかげですね。おすすめの本教えてほしい。13歳からのアート思考やな。この本読んだらマジで世界変わる。あと美術館めっちゃ楽しくなる。単発にしないの、やっぱキャラの住み分け上難しいですね。中学高校の時部活は何でしたか？中学吹奏楽で、高校軽音です。一番好きなレジキャラ、ちなみに僕はチンマン。チャーハン餃子。これはハットリか天神になってくるな。明日晴れや。辛い時はどんな音楽聴いてる？ドリカムの何度でもとかめっちゃ聴いてるかもしれない。好きなバンドトップ3、今めっちゃ聴いてんのはドリカム、サカナクション、羊文学。レジキャラの中で付き合うならミツコ？でもやっぱ無理か。最近のチンコ事情、朝一行ったらめっちゃ出るよな。好きなブランド教えて。セリーヌ、大陸、サタデイズ NYC、シュプリームとかなんかそんな感じ。大阪でおすすめの居酒屋と、ミスドで一番好きなドーナツ。大阪でおすすめの居酒屋は大衆居酒屋の立ち飲みのとこっすね。でミスドは食べないんですけど、ハーブスで一番好きなのはミルクレープです。得意な顔は何ですか？ベイビーより。得意な顔って何すか？ねえ、え？やってきゃいけんねんお前。女の子からご飯に誘われたら脈ありですか？そんなことないんじゃない？大学での思い出、ありすぎて語れません。全部宝物です。高校受験の思い出教えて。ストレス溜まりすぎて、学校の帰りし友達とチャリンコでめっちゃ叫びながら帰ってた。お気に入りのコーディネート見せてください。インスタ見てください。恋愛面でのメンタル安定法。恋愛は、ジェットコースターみたいに心動くから楽しいですよ。ミシェルさんが大好きなんですけど、またサブに出ませんか？もしかしたら出るんじゃないですか？大学4回生、社会人になる前に何をするべきですか？全力の恋。お母さんはムチムチですか？まあ、おかんはいじったから、まあ、ムチムチですけど。浮気はあり？まあ、される分には特に問題ないですね。はい、以上です。じゃあ、という感じです。もう答えできました。頑張りました。またなんか聞きたいことあったら、よかったらコメント欄とかで教えてください。それでは皆さん、また明日。